さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。はい、それでは第35269回目の定例会を始めたいと思います。自分でも何回目の数字かいつも適当に言ってるのでもうよくわからないです。それでは各部、私は特に期待しておりませんが、ちゃんとした予算組教えてください。会長、出会い系アプリ促進部なんですけど、聞いてください。この間ついにおじさんじゃなくてすごい若いイケメンな人が来たんですよ。若くてイケメンでお金持ちなんてもう優良物件じゃないですか。私行き切るべきですかね。一発目からなんかぶっこんでくるわね。行き切った方がいいかもしれないっていうかね、あなたここどこだと思ってんの？生徒会室よ。そういう発言ほんとやめて。会長、クリスマスに彼氏を絶対作るぞ同好会なんですけど、この間自分的にいい感じになってきたなっていう男の子がいたんですけど、なんか一言言われたんです。お前体だけはいいんだけどなって。これってOK っていうことですか？てかね、みんなどうしたの今日？なんか初っ端から結構飛ばすね。ちなみにそれは向こう的に違う意味で OK ってことだから気をつけた方がいいと思うけど。会長、ツインテールなびかせたくない部なんですけど、このツインテールをどうにかしてなびかせないようにしたいんですけど、なんか強力なゴムとか買ってもらえませんか？いや、まずじゃあなんでツインテールにしてるのって言いたくもなるし、あとゴムとかも自分で買ってきてくれない？本当に、なんだろう、ゴムって言うだけでもなんか私違うこと考えるようになってきちゃった。会長、もう先に言っとくけど、あなたの見た目のことには本当に私興味ないから先に言ったわよ。テニス部なんですけど、ラケットがちょっと破けてきたんでそろそろ交換したいなと思って。そういうことね。てかあなた普通にテニス部だったんだね。全然知らなかった。いつもなんか見た目のことばっか言ってくるから変化特にないし。会長、そういえばこの間出会い系アプリ使った時ちょっと怖いことがあって。いやだからね、あなたそういうのは絶対に使っちゃダメ。危ない目にあったらどうするの？実は集合場所がホテルの前だったんです。ちょっと何そのなんかリアルな話。やめなさい。絶対もうしちゃダメだよ、本当に危ないから。それで私遠目からどんな人が来るのかなと思ってちょっと観察してたんですけど、多分佐藤先生だったような気がするんです。なるほど。でもなんか想像できるわ。いや待てよ、これはもしかして佐藤先生をギャフンと言わせるいいチャンスかもしれない。わかった、ありがとう。私ちょっと見張ってみる。それで現行犯逮捕してやるわ。会長大丈夫なんですか？危ないですよ。大丈夫大丈夫、いい加減佐藤先生にも私からお灸を据えとかないとね。よし、生徒会長としてこの学校の秩序を守るわよ。いい湯だな。今宵もこのフロア気持ちが良い。私の名前は天草四郎、この天草家代々4代目の主である。坊ちゃん、今宵の湯も気持ち良いでございますか？私一生懸命気持ちが良いお湯を出しておりますゆえ、ゲロ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 。なんかよくわからないけどこいつちょっと不愉快になってきたな。坊ちゃん、やめてください。坊ちゃん、さてと、そろそろご飯の時間だな。さあ今日もエミさんの機嫌取りをしないといけないな。もう思わずちょっと笑ってしまったよ。待てよ、いつもこんなキリッとした顔で言うから逆にダメなんじゃないか。もうちょっと表情を緩やかにしよう。いやエミさん、今日も可愛いな。エミさんを見ていると毎日ドキドキするから、まるで少女漫画の主人公みたいになってるよ。坊ちゃん申し訳ございません。私はどっちかっていうと少女漫画の男の子の主人公はちょっとツンツンしてるクール系が好きなので、あんまりデレデレされると嫌です。そういう注文あったんだ、ごめんなさい。だったらちょっと攻めっ気出していくか。エミ、俺のために飯はできているんだろうな。1秒でも遅れたらどうなるか分かっているな。そんな坊ちゃん、私もちろん料理はできておりますゆえ、早くおいでなさってください。うむ、なら良い。よし、この勢いで外出許可を今日は OK もらうぞ。エミさん、やはりそなたの料理は天下一品だな。だがな、エミさん、なんでこんなに一面ずらっと料理が並んでいるのだ？しかも今回に至ってはあっちのテーブルにまで用意されているのだが。
え、だって坊ちゃんがそんなに私の手料理を求めているので、ついつい作りすぎちゃいました。そうか、作りすぎたという自覚はあるんだな。よし、それならなんか申し訳ないが、その残してしまっても構わないな。え、坊ちゃん、お残しは許しまへんで。いや、これはさすがに許してくれないと無理だよ。だってほら見て、エミさん4テーブル分あるよ。絶対に無理。なんかこう、あれかな、大食い企画かなこれ。ああ、やばい、もうこれ以上食えないよ。ダメだ、腹がいっぱいで動けぬ。今日もとりあえず田口でも呼ぶか。ダメだ、なんか気持ち悪い、吐きそうだ。おい田口、ほら外出するぞ。ああ天草さん、どうも。なんかちょっと気分悪そうですね。ああ、ちょっと食べ過ぎてな。ほらいいから行くぞ。天草の坊ちゃん、ついに私をスルーするなんてひどいじゃない。あー、ごめんなさい天草の坊ちゃん、私がここに勝手にさせてもらっているのに、ちゃんと家賃振り込みますゆえに。あれ、俺今回何も喋ってないのに、なんとなくロケットランチャー向けられてる気がする。天草の坊ちゃん、いつも外出しますけど飽きないんですか？飽きるも何も、城にずっといた方がつまんないに決まっているだろう。まあ確かにそうですけど。さあゴンザレス行くぞ。よっと。ゴンザレス、お前もなんかこう飛べる馬とかになったら面白いのにな。え、僕？僕確かに飛べたら走らなくていいか楽になるね。あ、理由がそういう理由なんだ。ところで坊ちゃん、今日もいつも通り学校に向かうの？そうだな、ちょっとたまには違うところに出向いてみるのもいいかもしれないな。そういえば天草さん、知ってますか？なんと大人向けのホテルできたらしいですよ。何？大人向けのホテルだと？またそんなものをさぞかし物語でたくさん使われているのだろうな。え、坊ちゃん、俺も行きたい行きたい。え、お前が行ったところで何もならないだろうが。まあでも確かにちょっと面白そうだし行ってみるか。ゴンザレス、お前マープ機能使えないのちょっとめんどくさいぞ。え、なんでそんなリアルなこと言うの？え、だってお前のこの移動時間が無駄じゃないか。え、なんで、ひどいよ坊ちゃん、そういうのだけは言わないでっていう約束だろ。だってたまに来るぞコメントにも、ワープ機能使えばいいんじゃないですかって。え、嘘、そんなの来るの？え、俺じゃあもういらないってこと？いた、あれね。本当に待ち伏せしてたら佐藤先生来たんだけど。それにしてもこんなホテルができたなんて、もうほんといかがわしいよ。あの子にはおとりになってもらったから、私がなんとか現行犯で捕まえないと。佐藤先生、今回は私がちゃんと叱るんだからね。グフフフ、じゃあ今から行こうか。お楽しみはこの後だよ。会長ちゃんと来てくれるのかな、心配だな。ここって結構広いんだね。なんかこの一番上の階まで行ってたみたいだけど、どこだろう。あ、ここかな。よし、いろいろ追っ始めちゃう前に私がちゃんと止めないと。って何言ってんだろう私。あー、最近なんか私下品になってきた気がするな。佐藤先生、それまでですよ。いや待って、佐藤先生顔面黒すぎでしょ、怖いよ。おやおや、生徒会長くんまで来てくれたのかい。いやー、これは楽しみだな。まさか3人でお楽しみをしてくれるのかい。佐藤先生、あなたは何をしているか分かっていますね。ちゃんと私学校にいますから。ほう、学校に言うね。どの道私に逆らえるものはいないけどね。そんなことないです。私ちゃんと今こうやって現行犯で見てますからね。葵ちゃん、ありがとう。今のうちに早く家に戻って。え、会長気をつけて。ちょっと佐藤先生、何するんですか。やめてください。やめるも何も、君から来たんじゃないか生徒会長くん。さあ夜の定例会始めようじゃないか。そこまでにしとくんだな佐藤。お前はなんでここにいる。ふっ、女性に乱暴をする者は神が許してもこの天草四郎が許さない。大丈夫だったか
まったく君はこんな危ないことばかりして。あ、天草さん、いつもいつもこういうタイミングで助けてくれてありがとうございます。天草四郎、今回は私も我慢の限界だ、いろいろとな。ふっ、大丈夫だ佐藤よ。お前のために身代わりを用意してやったぞ。ほら佐藤、こいつだ。今日は夜のお供はこいつにしておけ。え、天草の坊ちゃん、本気で言ってますか？いや、絶対誰も見たくないと思いますよ。ああ、もう我慢できん。もう誰でも構わん。その男をよこせ。え、こいつ正気ですか？本当に言ってるんですか？え、天草の坊ちゃん、嘘ですよね。え、本当だよ田口。あとはよろしくな。さあ、生徒会長くん、ここから出よう。え、あ、はい、わかりました。生徒会長くん、あまり真面目すぎたらこういうことをされるんだぞ。え、ちょっと天草さん、何するんですか？あ、天草さん、こういうのはダメだと分かってるんですけど、でも私、天草さんになら別にいいかなって。ほう、君も回を重ねるごとに女性らしくなってきたじゃないか。どれ、私が今宵そなたを女にしてやろう。いいよね、別に私だって別に真面目じゃないんだから。そうよ、こういうのだって大事な時だってあるんだから。ん？なんでお前らがここに入ってきている？天草の坊ちゃん、ひどいっすよ。俺、あのおっさんに何されたと思いますか？顔面ベロベロに舐められましたよ。いや、聞きたくなかったわそれ。坊ちゃんひどいよ。俺だって馬だけど、こういうところ興味あるんだから、今後の参考にしたいし。いや、お前誰と来るんだよ。お前馬同士でここ使うのか、おいこら。ああ、もう分かったかって。お前ら、はい、とりあえずもう外に出るぞ。ほら帰るぞ。まったくお前ら、せやの焼けるやつらだ。天草さん、あの女の子置いてきて大丈夫だったんですか？うん、ああ、あの子は空気が読める子だから大丈夫だろう。なんか騒がしかったけど、今静かになったから、こうやって、待っとけばいいんだよね。私、こういうの初めてだから、どうしたらいいかわからないんだけど。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。